きっかけは主演での一言であった。酔いを得た孫権が放った何の気なしの問い。孫武の治癒を代表する歴代の都督、その随一は誰か。当の4人の都督を含め、はじめは皆笑って相手をしていた。酔った孫権のことである。明日の朝には忘れていよう。だが過程や冗談を重ねていくうちに話は白熱。途中からは孫権を置き去りにして激論が繰り広げられた。そして最後には実際に戦ってみればよいという話で決着。孫権を立ち会い人とし、4人の都督が治癒を競うこととなった。思いがけない機会に胸を高鳴らせる周瑜、呂宿、呂蒙、陸遜、それぞれの矜持をかけ、今男たちが激突する。陸白猿、全力で戦いましょう。すまん、私が悪かった。酒の席の方言だ。誰が最も優れた都督かなど良いではないか。いいえ、殿はいい機会をくださいました。内心思っていたのです。実は私こそ最高の都督だったのではないかと。周瑜殿、本音が出ましたな。ですがそれは皆同じこと。我らの実力、そして誰が最高の都督か刮目してご老じろ。若さの勝利、それは間違いありませんね。リクソン、お前俺たちをおっさん扱いか。いえ、先達の皆さんから学ばせていただきます。さあ殿、合図を。ああ、もう好きにせよ。始め。お前たちがこうも互いを意識するとはな。まあこうなった以上存分にやるがいい。将兵らを相手にその分を示すのだ。行く白猿、全力で行きます。皆さん、私に負けても言い訳はなしですよ。なるほど、まずは小手調べですね。将兵100人すぐに倒してみせましょう。さあ、私が相手に早くあなたを倒して、あと現実に行きたい。全力で行きます。先についた者は策を用いることを許す。待っていたぞ、陸遜。さあ、俺の怒砲を受けてみよう。
いいんですか、リョモ殿。兵器に頼っていては足を救われますよ。発目せよ。私が討ち取りました。都督たるもの、身のこなしも重要である。眼前の道なき道を突破してみせよ。一騎打ちは最も得意とするところ。いざ勝負だ。ここで最終対決を行ってもらう。中央にある品は先についた者への得点だ。うん、見事だ。その調子で奮戦せよ。未来を背負うのは若い子の私。今後の明日のため必ず勝ってみせます。この周公金の治癒を上回るか。そんな死だ。頼もしい限りだ。リクソ、俺を呼ばないなんてひどすぎるぞ。最高の都督、この主義法なしで決めるな。都督殿だ。この戦、リク白玄の勝利です。戦列の皆さん、孫悟は私にお任せください。さすがは孫悟の将帥、熱き戦いだったぞ。これにて対抗戦を終了とする。